PSG 会長がメッシとエンバペの W 杯決勝の主役を大絶賛。できることなら彼らにトロフィーを一つずつ渡したい。パリ・サンジェルマン、PSG、ノナセル・アルケライフィ会長は、リオネル・メッシとキリアン・エンバペの活躍を称えた。18日に行われたカタールワールドカップ決勝でアルゼンチンとフランスが対戦。前半にリオネル・メッシの PK を含む2ゴールをアルゼンチンが挙げるが、終盤にキリアン・エンバペが2ゴールをマークして同点に。延長戦でも両選手が1点ずつを決めて試合は PK 戦へ。アルゼンチンが全員成功したのに対して、フランスは2選手が失敗して、試合は決着した。メッシとエンバペというこの決勝だけではなく、大会を通して最も輝きを放った2選手の所属先である PSG のアルケライフィ会長は、試合後にワールドカップ史の中で最高の決勝だったと思う、と話し、両選手へ言葉を送った。フランスクラブの会長としてフランスの敗戦を悲しく思う。それに、完璧な試合以上のことをやったキリアンのことも悲しく思う。私にできるのなら、キリアンとレオに一つずつトロフィーを渡したい。フランス人の私としては、難しい結果になった。しかし、レオのことを嬉しく思う。彼はこのタイトルを手にするにふさわしかった。キリアンにはユーロやワールドカップで優勝する時間がまだある。さらに、アルケライフィ会長はクラブの所属選手たちの活躍や、カタールワールドカップの成功についても言及。クラブとして、我々は記録を打ち立てた。PSG は最も得点を決めたクラブになった。彼らのことを誇らしく思うし、モロッコと共に準決勝に行ったアクラフ・ハキミのことも誇りに思う。大会組織のことをとても誇りに感じている。カタールが世界で最高のトーナメントを開催したことを示したし、我々にできるということを全員に示した。